皆さんこんにちは、 CSK です。新型レクサス LM、 ついに国内正式発表されましたということで、どう考えても買うことなんかできるわけないんですけれども、レクサスメインのチャンネルとして正式発表日当日に動画としてお届けしていきたいなと思います。国内で正式に発表されたということはですね、価格、パワートレインに加えてメーカーオプションやディーラーオプション、そして取扱説明書なんかも公開されているわけなので、そういったものの中からですね、当日の時間で可能な限りざっくりまとめとしてご用意しましたので、この動画をご覧になっている方で本当に買うのを検討している方っていうのどれだけいるかわかりませんが、私のように絶対買えないんだけどレクサス好きだしファンだし、どんな感じかざっくり知りたいなという方向けに、私の独断と偏見でまとめた動画となりますので、ご理解いただいた上で最後までお付き合いいただければと思います。さあ、それでは早速見ていきましょう。レクサスの公式ホームページと、いつもですねプレスリリースが掲載されるレクサスグローバルニュースルーム、こちらにて確認していきましょう。今回はですねレクサスグローバルニュースが14時にすぐ公開になって、レクサスのホームページ自体はそれより少し遅れて更新がかかったような印象でした。今出ているトップページは14時前の公式ホームページの様子なんですが、実は今回事前にですね、本日から正式に商談が開始するということは告知されておりました。そして14時に解禁された今回のレクサス LM の価格がこちらです。2000万円。買えるわけないっていう感じなんですが、一応ですね全部込み込みの価格になっているということと、比較されがちな新型アルファードベルファイアには採用されていない 2.4 リッターターボエンジンプラスハイブリッドダイレクト4搭載の LM500H エグゼクティブ1グレードのみの展開となります。プレスリリースの時点では、いわゆる 350H に相当する 2.5 リッタープラスハイブリッドの LM350H の型番も出ていましたので、もし万が一パワートレインがですね、完全にアルファードベルファイアと一緒なのに、価格が何倍もしたらどうしようと思っていたんですが、さすがにそれはなかったということなので、ここはね、一つ大きな差別化だと思いますし、私も現在 RX500HF スポーツパフォーマンスでこれと同じパワートレインを所有してるんですけれども、もうね、過去最高にいいパワートレインだなと思ってます。もちろん出力が強いっていうところもありますけれども、静かさ、滑らかさ、パワフルさのバランスがとてもいいんですよね。しかも日本国内だとですね、もうパワーがありすぎてそう簡単に踏むこともできないようなものだったりするので、 LM のようにですね、このように非常に大きくて重たい車両にとってはですね、非常に相性のいいパワートレインなんじゃないかなと思いました。ちなみに現在 LM のトップページにアクセスすると、試乗車の予約についてという珍しいポップアップが出ていまして、これが2024年の1月を予定しているということみたいなんですね。 NX が発売した時はいろいろあってですね、異例の対応となりましたが、レクサスの RX や RG などはですね、商談開始日には試乗車が到着するような流れに本来あるべき姿に戻ってきているので、てっきり LM もですねその通りになるのかと思いましたが、これは叶わないようなので、今月末のジャパンモビリティショーで見れるのが一番早い一般人が確認できる機会なのかなと思います。そして試乗車よりも先に納車されるっていうことはレクサスについては基本的にないので、最短の納期は1月以降ということになるのでしょう。そのままですね、納期に関するページに飛んでみても、今のところではですね LM500H の枠は存在しないので、気になる方、購入できる方は販売店さんにお問い合わせください。ちなみに先ほど触れましたように、基本的にですねメーカーオプションはもうほぼ存在しないというか全部売りになっています。選べるのはホイールのダウングレードオプション以外だと、ビルトイン型のドライブレコーダーとデジタルキー、そして寒冷地仕様のみとなっていますので、契約において何つけようって迷うことはないでしょうね。いろいろな考えがあると思いますが、私はですね納期に関係なくつけられるんだったら、このメーカーオプションのドライブレコーダーはつけておいた方がいいと思います。でデジタルキーに関しては基本不要かなとは思っていますが、LM のようにですね、運転手さんとか、その車を管理している人が何人もいるっていう状況だと、スマートキーの数足りなくなったりとか、今日はこの送迎車で来るつもりだったんだけど、キーを事務所に置いてきちゃったみたいなことがあった時に、スマホに入ってる、もしくはその運転手さん同士で、キーをシェアする、発行するみたいなことができるので、こういった顧客層の方にはメリットあるかもしれませんね。そして寒冷地仕様については、いつもの通りですけど、いろいろな機能含まれておりますが、好転時のリアフォグとかの機能もありますので、値段もそんなに高くないですし、つけていくことをお勧めします。ちなみにですね、一応フルオプションの状態で見積もりシミュレーションをやってみました。そしてレクサス RX から採用されている速挙システムですね、盗難防止に寄与するシステムですけれども、こちらは基本的にはついてくると思ってください。費用変わらずですね、速挙システムを外せばカードキーですね、昔ながらのレクサスのカードキーついてきますが、これだと盗難防止の機能としては精度が下がってしまうはずなので、アルファードとかも盗難多い車種ですから、 LM ももちろん速挙システム必須なんじゃないかなと思います。
そしてこちらで出てきた見積もりが2,104,500円ということで、なんかもう金額の感覚バカになりますよね。あまりにも現実離れしててちょっとよくわからないので、まあ私ザンクレ戦士、頭金なしのザンクレローンばっかりですから最近。その表記で出してみたのがこちらです。月額248,500円です。めちゃめちゃ高い。絶対に買えないですね。もしですね、自分の自家用車としてこれを買う方がいるんだったら本当すごいなと改めて思いました。はい。まあ、ということで価格の話していてもね、気がめいっちゃいますので、ここからは簡単にですね、公開された情報でわかる新型 LM の特徴や気になるポイントを見ていこうと思います。大きな特徴として挙げられているのは、レクサスでは初採用となる周波数感応バルブ付き AVS の採用ということで、新型のアルファードベルファイアの最上級グレードエグゼクティブラウンジ及び新型ベルファイア Z プレミアに標準されているこちらの AVS アダプティブバリアブルサスペンションなんですけれども、私たち一般人がその違いにどこまで気づけるかはさておいて、プロのジャーナリストの方たちはその違いがもう明確だと言っていましたし、非常にいい評価を下していたような気がしますので、 LM の海の機能というわけではないにしても、やっぱり乗り心地とか走りの面においては期待できそうというところが一つ大きく挙げられるんじゃないかなと思います。我々からすると、正直こう運転者の方にとって車として素晴らしい走りをこの LM に求めるのかっていうと、ちょっと疑問符がつくところはあると思うんですけれども、カタログの中でもですね、いろんな場所でドライバーに対しての配慮も細かく記載されています。走りの面はもちろん、ユーティリティの部分もそうですよね。まあ、ここのページで見てすごくいいなと思ったのはですね、最近の最新ナビを採用しているレクサス、ナビと何かの機器をね、つなぎたい時とかの端子が全てこう先端コンソールの前の方に出っ放しになってて、非常にごちゃごちゃするし汚いし使いづらいんですが、やっとですね、この LM でセンターコンソールの中にも端子を配置する仕組みに戻ってくれたんですよね。だから、まあこの車を買うってことはないんですけれども、この流れが今後の改良とかですね、フルモデルチェンジの車種にしっかり反映されてくれるとすごく嬉しいなと思いましたし、レクサス NX から始まったドライバーが意のままに操れる操作系を目指した手綱コンセプトも、まあしっかり導入されているということになっています。この手綱コンセプトってどこまで恩恵あるのって思ったところがちょっとあったんですけれども、新型のベルファイアに少し前に乗って運転した時に、ナビゲーションの角度はですね、運転手とか助手席じゃなくて上の方に向いちゃってて、同じ14インチナビでもちょっと見づらかったんですよね。パッと見のデザインは新型ベルファイアとかの方がナビの周りにね、布がこう回り込んでてゴージャスな感じはするんですけれども、実際の実用性はですね、こっちの LM の方が見やすくなってていいんじゃないかなと感じました。ドライバー向けの話ということであれば、国内で一番最初に発売した 12.3 インチの TFT 気象メーター最新世代の車種がこの LM500H ということになります。実車は LBX の方が先になりそうですけどね。先日ですね、アルファードの 12.3 インチを見た身からするとですね、てっきり私トヨタ車とほぼ変わらないというか、そのまま入ってくるんだろうと思ってたんですけど、こうやってみるとレクサス NX から採用された最新世代の7インチディスプレイ、この世界観というか雰囲気に似ているので、表示できる内容とか情報量にあまり差はないと思うんですけれども、トヨタ車とレクサス車全く同じっていうことはなんか避けてきてるような感じがして、これはいいなと思いました。私も重要視している ADAS 運転支援系については、レクサス RX、RG と同じ最新世代のものが入っています。まあ、逆に言うと目新しい機能はあまりなかったのかなと思いますが、ウィンカーを出した時の信号交差点に対する減速支援とかですね、常時操舵支援なんかもしっかり入っているので、最新世代のプロアクティブドライビングアシストが入っています。こちらも新型 RX から採用されたセカンダリーコリジョンブレーキといって、後ろから衝突してくる車はもう避けられないとなった時に、車が勝手にブレーキを踏んで前の方にですね、追加で衝突する二次被害を軽減する機能、これもしっかり入っていました。こちらは新機能ではないと思うんですけれどもですね、後ろから自転車とか車が来ている状態でドアを開けようとした時に、安心降車アシストといって警告をしてくれたり、もしくは危険だと感知した場合はそもそもドアが開かなくなるというのが、レクサスの E ラッチを組み合わせたシステムのいいところなんですけれども、これは後席のスライドドアになった時に、アルファとかノアの取扱説明書だとそもそも開かないとか作動しないだけなんですけど、 LM の場合はですね、スライドドアを一定量かっこ人が降りられない程度で開いて途中停止しますと書いてあるので、この表現の違いが何でなのかっていうのはちょっと気になるところだなと思いました。少し話は脱線しますが、 E ラッチの観点でいくと、レクサス初採用の機能があって、イージードアクローザーですね、これがついに採用されました。最近は E ラッチに対応した社外品も登場しているので、私の周りでも取り付けている方が多かったんですが、メーカーとしてもこの E ラッチに対応したものが開発できていなかったから今まで採用されていなかったと説明されていましたので、今後他の E ラッチ車種にも拡大採用されていくことを祈りたいですね。
そして唯一 ADAS 関連で少し残念だったなと思った点がありました。それはこちらアダプティブハイビームシステム、常にハイビームを維持してですね、先行車とか対向車のところだけをくり抜いてロービームに変えてくれるという先進運転支援システムなわけですが、これがですねレクサスでしか採用してない上位版となるブレードスキャン式アダプティブハイビームシステムではなかったということがちょっと驚きでした。今まではですね、最新車種もしくは上位車種を買えば、その今トヨタレクサスが注力している最新のシステムが味わえるというのがお決まりみたいなところがあったんですけれども、現世代のですね LSS 3.0 第3世代が非常に優秀なので、 LS もですね一部の特別なグレードを除いて合体したということがありました。それ自体は別に悪いことじゃないんですが、このようにブレードスキャン式アダプティブハイビームシステム絶対つく車両だなっていうところに対して、最近の普通の AHS も精度いいしこれで良くないみたいな感じになってですね、共通化が図られすぎちゃって新しい進歩を感じられなくなるっていうと、ちょっと残念というか心配だなと感じました。その原因というか理由となってるかなと分かるのはこのヘッドランプのページなんですよね。三眼ヘッドランプではあるんですけれども、実はですね一番内側のヘッドランプ、画像でいくと左側のところはですねハイビームヘッドランプ AHS ユニットと書いてあるので、ロービームの機能を兼ねてないんですよね。つまりこれどういうことかというと、 AHS を含めたハイビームが作動していないときは実質三眼ではなくて二眼として光るということになります。これベルファイア、アルファードと全く一緒のパーツを使ってる可能性があるっていうところですよね。やっぱりこのあたりは三眼で常に光ってるのが一つレクサスとしての良さ、かっこよさっていう風に思ってる私からすると差別化しても良かったんじゃないかなっていう気はしますが、それにしてもね、最近のレクサスで廃止されちゃったこのライトユニットの下についてるシルバーの L 字の加色、これ最高にかっこいいなと改めて感じますね。そして三眼がねパッと見アルファードベルファイアと一緒で区別がつかなそうみたいな話をしようと思ったんですが、やっぱりこの LM の特徴としてはですね、デイタイムランニングランプ、つまりデイライトと言われる部分が今まで通りの下にある L 字のライトに加えて LBX とか TX で採用された逆向きの上側につくもの、この両方がついてるっていうのがこれまたすごいインパクトですよね。上のデイライトの部分はですねウィンカーを兼ねてるということなので、点灯時は反転して下の L 字だけは見えることになるんだと思いますが、他のメーカーの車を含めてこんなヘッドランプしてるものはないので、その点でいくと走ってきたら、LM だってわかるのかもしれないですね。それに加えてこの唯一無二のフロントフェイスですよ。迫力という言葉がぴったり合います。でもね決してこう派手すぎて下品な感じではないのかなっていう気はしますね。ただ私はですね発表された時もそうだったんですけど、まだちょっとこのねグリルのブツブツ感みたいのが個人的にそういうのがちょっと得意じゃないのもあって、まだまだ飲み込めてないなってところはあるんですけれども、これがねブラックボディになるとなんかね異様にしっくりきてる感じがしてしまって、買う未来なんて一切ないんですけど、どれが一番なんか好きかなっていうとブラックボディの LM なのかなと思いましたが、皆さんはいかがでしょうか。さあそんな流れでですね、そのままリアビューも改めて見ていこうと思うんですけど、もう文句なしにかっこよくないですか。私はですねこのデザインめちゃめちゃ好きだなと思います。一文字テールランプ結構好きなんですよ。でそれに加えて NX と LX で採用されていた通常の一文字とはまた別に入ってる感じっていうんですか、一本横に入ってるラインが上にありますよね。これがまたなんかねガンダムチックで好きだなと思いましたし、 RX で気に入っているサイドから見た時のテールランプの横の模様みたいな感じ、翼のように広がってる感じっていうんですかね、これがまた違ったデザインで LM にも採用されているので文句なしにかっこいいですね。唯一ちょっと引っかかってるのはリアフォグランプですね。寒冷地仕様をつけた時のリアフォグが左側片方だけっぽいので、このあたりはやっぱね両方しっかりつくのが最近のレクサスのいいところなので、両方つけてほしかったかなと思いました。さあそれではですね LM の最大の特徴といえるのはやっぱりですね後席ですよね。アルファードベルファイアでもそこに縦に2列座席が入るスペースにもかかわらず、そのスペースを贅沢に使ってたった2人しか座れないようになってるわけですよね。全世界的に見ればですねこういった仕様ではなくて、アルファードベルファイアのようなですね後席も2列シートが用意されるモデルも存在するようですし、ゆくゆくは国内で販売されるかもと言われてるんですが、そうすると今度 LM とアルファードのこの垣根みたいなものがちょっとややこしくなってくると思うので、このぐらい突き抜けた装備そして突き抜けた価格にしていく方が国内では販売戦略上うまくいくような気がしますよね。そしてですね我々一般人がこの席に座って走れる未来はないのでというところと、正直ですねここにどれだけのことがね集約されてるかってところを細かくこの当日に話すっていうのは現実的ではないので、結構割愛していこうとは思うんですが、個人的に気になったところをいくつか触れていこうと思います。
まずはですね、レクサス初採用となりましたリアコンフォートモードというドライブモードが登場しました。これを見た時に最初に思ったのはですね、あ、 RX で空間になったところが綺麗に埋まってる、もしかしたらそこに RX もアップデートで、まあ、せめてコンフォートモードみたいの入れてくれないかな。確か新型アルファードベルファイアにおいてはですね、ノーマルモードとエコモードぐらいしかなくて、スポーツモードもなければカスタムモードもない、まあ、ついでこのリアコンフォートモードもないだったはずですね。 LM 寄りと言われているエグゼクティブラウンジでどうだったかすいません、調べきってないところもありますけど、こういったところがレクサス LM の優位点となっていそうですね。続いては静粛性ですね。やはりレクサスといえばこの静粛性という観点から他社に対して結構アドバンテージがあったというのが昔から続いている歴史だと思うんですけれども、今回はノイズを小さくする、車内の侵入を防ぐ、車内のノイズを下げる、そしてパーティションによる鉱石静粛性の向上という4つが挙げられています。この最後のパーティションによるものっていうのは他車種への展開はもちろん期待できないかと思うんですけれども、それ以外の3つについてはですね、今回培った技術からですね、他車種に展開されるなんていうこともあるんじゃないかなっていう、ちょっと淡い期待を抱いていたりします。それこそ最近は他車の車においてもですね、この静粛性っていうのはかなりレベルが上がってきていますし、EV 車をはじめとする電動車が普及し始めてくると、こういったところっていうのはですね、レクサスの専売特許じゃなくなりつつある部分はありますよね。 NX とかに関しても別にそれがね特段気になるってことはないんですけど、他にすごい車が出てきてるので、もっと静かになったらいいなって思っちゃう部分もありますから、こういったところで開発した技術とかですね、ノウハウみたいなものは水平展開してくれると期待していきたいと思います。あとはですね、フロントシート、リアシートともにですね、かなり頑張って開発したということで、開発エピソードなんかも一緒に載っているんですけれども、やっぱりこのクラスの車ですから、鉱石に乗せる方って結構な VIP の方だと思います。ここに対して徹底的に磨き上げたというこのシート、ぜひ静粛性のチェックと一緒にですね、試乗車で体験だけはしてみたいなと思いました。はい、そして今回ですね、レクサス初採用となるリアクライメイトコンシェルジュが採用されました。もともとですね、長らくレクサスクライメイトコンシェルジュといって、基本的にエアコンをオートにしておけば、温度設定はもちろんシートヒーター、ベンチレーション、ステアリングヒーターなどを全部車が勝手に協調制御してくれるというものがありまして、昔は一部の上級車種しか採用されなかったものがレクサス UX 以降車種関係なく搭載されるようになっていたわけなんですが、これがですね、鉱石で独立して設定できるようになったからレクサス初採用となっているようですね。協調制御されるのはエアコンとシートヒーター、シートベンチレーションに加えて、リラクゼーション機能、シート調整、機能照明、間接照明、サンシェードと全部で7つの項目が連動するようになっているようです。さらにですね、いくつかのプリセットモード、テーマ別の設定みたいなものもありますし、自分で好きにカスタムすることもできるようになっているみたいですね。いや、しかしこうやってみると、暗い時の室内空間は新型アルファードベルファイアとは結構異なりそうですよね。この写真でいうと、この一番上の間接照明は同じものがつくかと思いますけど、このドア側から来ている間接照明と足元のイルミネーション、これだけでもだいぶ雰囲気良くなりそうです。新型アルファードベルファイアのオーナーさん、結構インテリアイルミネーションがね、そんなに光らないっていうのが不満点だなんて聞きますが、 LM に関してはその点大丈夫そうですね。別の角度から見るとこんな感じみたいですね。っていうかすごい、カップホルダーの中にも照明あるんですね。インサイドドアハンドル照明もしっかりあるので、割と光る箇所が多いなという印象ですね。逆に運転席はもうほぼほぼないと思って良さそうですね。まあでもそれはさすがにこの車だったら仕方ないのかなと思いますし、割とね、光量とかカラフルに光ることを喜ぶタイプの私ですけど、この車の車格、この上品さとかになってくると、この暖色系の柔らかい光がついてくれるといいんじゃないかなとは思いますが、レクサス車ということもあってですね、もちろん64色のマルチカラー対応、レクサス専用カラーとなるおすすめ14色のテーマカラーももちろん設定されていますので、広い空間で光る箇所も多い鉱石で見るこのレクサスの世界観はぜひとも体験してみたいなと思います。最後はですね、リアシートエンターテインメントシステムですね。新開発の48インチ大型ワイドディスプレイということで、私たちが買えるようなレクサス車にこういったものは搭載される未来は、まあ、多分ないと思うんですけれども、やっぱりこのレクサス NX から採用されて以降の新世代のナビゲーション、オーディオ周りって、なんかちょっと今一つなところ割とあるんですよね。1個前のハイブリッド世代に比べると、メディアに関してだけ言うと、まあ多分海外ベースで開発してる方なんかちょっとんって思うところもあったりするんですよね。この間のレクサスショーケースでジャーナリストの方向けにこう HDMI から2画面表示とかで出力してる裏側とかがなんか映像に映ってるのを見ると、それって本当に日常的な使い方でそれ使えるみたいなつなぎ方になっていたような気もするので、実際配備されたもので映してみた時の使い勝手とかソフトウェア周り関連っていうのは個人的にすごく気になるなと思っています。
はい、それでは最後はですね、正式発表されたということで見ることができるようになったディーラーオプションについてちょっと見ていこうと思います。まあ、このディーラーオプションにおいてもですね、今後の他の車種に展開される可能性とか近しいものが登場する可能性も出てくるかと思うという観点で見ていきたいと思うんですけれども、衝撃のディーラーオプション爆誕ですよ。フロアマット&エントランスマットセットタイプ SA という、まあ、いわゆるフロアマットですよね。これがですね、なんと454,300円。こんなにします？フロアマットですよ。いや、もちろんですね、10万円前後するレクサスの通常のフロアマットすごく品質が良くて、私もね、最近は短期で結構乗り換えるようになってしまったので、新型 NX からは FJ クラフトさんを活用させてもらっているんですが、すごく好きなものではあります。ありますが、さすがにですね、下手したら車種によってエアロパーツ代ぐらいになっちゃうこのフロアマット、世界観が違いすぎて、だってマーク・レビンソンとかより高いってことですかね。ちょっととてもじゃないけど驚きですね。ただですね、レクサスはもちろんですね、値段が高いっていうのはありますけど、無駄に高いわけではないんですよね。品質だったり何かしらのこだわりがあったりします。今回のフロアマットについてはですね、高級品だと言われている単語段通という折り方、折り物を採用しているということで、実はですね、この単語段通のフロアマットっていうのはセンチュリーでも採用されていたということなんですね。こちらのページにもしっかり書いてあるように、とにかくですね、まあ、ハンドメイドで全部作ってる本物のクオリティだということなんで、コストがかかってるには理由があるんだと思うんですけど、私みたいな一般人はですね、そこら辺を歩いた靴でこんなフロアマット乗れないです。絶対ドキンになっちゃう。もう中にスリッパ、高級スリッパ置いとかないとみたいな感じになっちゃうんだと思ったんですが、右上にあるようにですね、この単語段通ではなくて通常のタイプというか、もう少しレベルを落としたラインのフロアマットも用意されていて、まあそれでも256,300円なので割と高めとはなっていますが、まあこの車に乗るような方がね、このぐらいのお金でケチケチ言っちゃいけないっていうことなのかもしれないですね。いや、しかしここをですね、靴下のままふかふか踏んでみたいなって思います。単語段通体験してみたい。さあ、そして私がテンション上がってくるページやってまいりましたよ。光物でございます。まず右側にあるですね、カップホルダーのマルチカラーのイルミネーションについては、レクサス NX と全く同じものだと見て良さそうですね。こちらについてはですね、 RX に設定がないよりはですね、メーカーでしっかりセッティングしてくれてるのでありがたいなと思いますが、開発者の方の狙いもあって、結構光がですね、穏やかというか発光面がね、ちょっとこうすりガラスみたくなってるんですよね。これ結構好みが分かれるかなと思いました。まあ、そして右下のカップホルダープレート、これはですね、私が数少ないですね、おすすめできないディーラーオプションとして紹介しているもので、もうかれこれ10年ぐらい販売しているものですが、ホコリも溜まりやすいしずれるし、これはおすすめしません。で、何よりも今で一番テンション上がってるのは左上ですよ。パーティション漆パネル462,000円、とんでもないものが出てきましたね。このモニターの下の部分とちょっと上の天井に近い部分、ここにですね、漆塗りっていうんですか、日本の匠が生み出した未来の素材 UV 硬化漆ということで、漆塗り特有のしっとりふっくら、そして深みはそのままに、従来の漆が弱点としていた熱とか紫外線、傷汚れに強い、その二律創生が最大の特徴だっていう、もうその素材感だけでもくすぐられるところありますし、一番上にもですね、竹林の中でほのかに光るホタルを表現と言っていたので、まあ LED とかの光源が入っているわけではなく、あくまで日中ですか、光が差し込んだ時にキラキラ光るっていうことなのかなと思うんですけれども、昔 RX とかにアナログ時計があった頃にですね、その時計の中をですね、ブルースチル張りとか、なんかパネルが豪華なやつになるだけで十何万するみたいなオプションに結構惹かれちゃったりするぐらい、こういう装飾品系ってくすぐられるんですよね。まあとても買えないですけど、ただまあこういう系のなんかオプションっていうのがもうなくなりつつある、メーカーオプションでもなんか種類も選べないし、ディーラーオプションじゃないみたいなことがずっと続いてたレクサスの流れにおいて、ラインナップとして設定してくれたっていうのがなんか一つ嬉しかったなと思って取り上げさせていただきました。はい、そして最後はですね、エアロパーツですね。モデリスタのエアロパーツが今回セッティングされておりました。思ったよりですね、フロントパーツ後付け感なくいけてるなっていう気がしますね。まあ、実写見ればね、もちろん継ぎ目はある程度気になるんでしょうけども、なんかですね、グリルの上部のヘッドランプが上に切れ上がってるのに対して、フロントリップは下にこう同じような角度で切れ下がってる、この感じがボディ全体でスピンドルがこう広がってってるような感じになるので、あんまりミニバンにね、こういういかつエアロがっていうのはどうなのかなって思ったんですけど、上品にまとまってるなと思いました。サイドスカートもね、なんか L 字をモチーフにしてるような感じもありますし、リアスカートもそんなに押し出し感強くないので、ものとしてはすごくかっこいい。ただこれをこの顧客層がどれだけつけるのかっていうのはシンプルに気になりますよね。
あとホイールに関してはそんなに派手でもないしギラギラ光ってもない。そして私結構スポークがね細くて多いのが好みなので、このデザイン結構ドストレートというかすごくいいなと思えるデザインだったなと思いました。新型レクサス LM について国内正式発表日当日の簡単まとめということでお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。やはりですね、冒頭から何度もお伝えしているように、ほとんどの方がこの車買わないじゃなく買えないんだと思うんですよね、価格的に。そして良くも悪くもですね、このパッケージングを求める人っていうのも多くない。仮にこれが金額が安くてもそもそも用途と合わないっていう方も多くいらっしゃると思います。なのでですね、今まで我々のようなレクサス車をこう好んで乗ってきた、まあ、車が好きだったりとかね、そういう方たちにとってはどんなものになってるのか興味はあるけど購入を検討するところにはいかないというかいけないみたいな車なので、どこまで取り上げようか悩むなと思ったところもあるのですが、今日ご紹介してきた通りですね、初めてレクサスとして採用されたものも多々ありましたので、ちょっと偏ってたかもしれませんがお届けした次第でした。冒頭にも触れたようにですね、車の廃車自体は来年の1月以降ということなので、展示車試乗車見れるのもそれ以降ということになるかと思いますが、私は今月開催されるジャパンモビリティショーですね、昔でいう東京モーターショー、こちらに参加してこようと思っていますので、おそらくそこでは実車見ることできるんじゃないかなと思っています。乗り込みとかはできないんじゃないかなと思いますが、このあたり実物に触れてきてまた感じることなどがあればお届けしていこうかなと思います。本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter や Instagram のフォロー、メンバーシップ、Nexus もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。